ジョージアの国土とポティ、地図中央左に位置する、ポティは国会に面している。北緯42度09分統計41度40分、ポティは国会の東岸に面したジョージア西部サメグレロゼモ、スバネティ州の都市。人口は4万1465人。日本語ではポチとも表記される。国会に面したジョージアの3つの港のうちの1つとなっている。 この港からは、主にマンガン島モロコシ、材木、ワインなどが輸出される。ポティの近くでは、リオに川が国海に注いでいる。都市の周囲は、森林や湿原であり、広配地を持たないが、同国有数の港湾都市として発達している。また、ポティには、グルジア海軍の司令部と主要な基地がある。ポントス王国の半島に含まれていた、 紀元前2世紀当時のファシス・アルゴナウイの物語の中では、この都市の周辺がイアソンの黄金の毛皮を求める旅の終着点であるとされる。ポティは紀元前7世紀の終わり頃から紀元前6世紀の初め頃に建設されたキリシアの植民都市、ファシスに由来する。考古学者はポティ近郊のパリオストメイコ水面下において当時の遺物を発見している。その後、 ミトリダティス一世によりイラン系の人々の国家、ポントス王国の支配下に、期限2世紀にはローマ帝国に組み込まれた。後に、ポティはトルコの要塞都市となり、1828年にはロシア領となった。古い硬果が発見されており、シルクロードの宿場として5世紀頃にはインド、中央アジア、近東や地中海地方からの交易品の売買が、 盛んに行われていたことがわかる。ロシア南部の地図ポティトビリシ士官の鉄道が二重線で示されている。縮尺1、610万1872年、ポティと中心都市トビリシ官にジョージア初の鉄道が開通して開港が設けられた。後、1880年代に都市が発展した。それ以前の1876年の人口は3026人であった。 20世紀初頭、ポティはマンガン鉱石の輸出によって目覚ましい発展を遂げることになる。ジョージアは当時世界2位のマンガン輸出国であった。マンガンは重工業、製鉄業に当時必要であった金属である。ソビエト連邦時代には重要な海軍基地であった。国海上を吹く風は1年を通じて西から東に吹いているため、ポティ周辺の国海東端において、 最も波が高くなる。このため、ポティ港の防波堤は、海岸線と水平に 1.8km にわたって、伸びている。ポティ港には2万トン級のタンカーが接岸できる、岸壁が、複数存在する。1990年代の景気低迷期を抜け出すと、共に、ポティはさらに経済的成長を遂げた。2002年には400万トンの商品が取引され、2004年、 第一四半期の取引量は前年同期比42%増であった。カスピ海からの新しい石油パイプラインの計画もあり、ポティの経済の将来は明るい。ジョージアの港湾スフミ、バトゥミ、ポティはいずれも国会に面しているが、北のスフミは事実上独立状態にある。アブハジア、南のバトゥミは分離独立の主張がある、アジャリア自治共和国に属している。 したがって安定して利用できる港湾はポティただ一つである。ポティに拠点を置くジョージア沿岸警備隊はアメリカ合衆国によって1億7500万米ドルかけて設立された。ポティ港ありがとうございます。